ゃあまあ結果を聞いていきますんで、大学受験までストイックはレベルが違うんですよ。別にあと高い点取りいいとかじゃないし、わざと低い点取って私おもろいキャラにとかって言いません。実力を知りたいだけです。これでいいかな。はい。これで。あ、1枚足りない。どうですか。デジタルバージョンもあるから。まず表面に12もありますね。はい、裏面に5分ですかね。ありますので、それをやってもらうと思います。で、表面の方に関してはまあ簡単なもんなんで、全然余裕でいけると思います。で、裏面の方が難しいです。裏面の方はレベル高い人がやるみたいな感じで、まあ別に両方解くんですよ。両方解くんだけど、レベルが低い方は、裏面の方は多分手も足も出ません。はい、では、やってください。まあ実感としては、36だから6分、まあ11、2分ってことです。なんで、まあそれぐらいを目指して、で、あとは、何か自分に関してのことをかけるんだったら、終わっちゃった人はですね、多分終わんないと思うけど、見てください。はい、では行きます。10万円ですね。はい、本命です。紙、紙なんかかけるとないの。紙をかけたいですね。おー、あ、でも証明書です。ちょっと待って、いやいや、証明書にかそういうところ。はずの問題ですので、なんて言ったってこれまだ売られてないですから発売前のやつですね。はい、最初は D ですね。はい、線が光る、線が色で、次いきますね。次は D。 まあ次の問題ですね。読解はまあ結構難しいんじゃないかなと思ったんですが、どうですか。で、まあどれぐらい取れたか、目標点、現状の点がある方は現状のやつを書いてください。一応見ますので、いろいろなスペースありますので、目標はこれですか。で、別に目標と乖離してるからダメじゃんとかもありませんので、一切。え、いいですか。ここがあなたのアピールするポイントですよ。いいですか。何も書かなければそれでもしょうがないですし、ね、小論文のテストだと思って。TOEIC の目標以外でもいいですか。何でも構いません。じゃあまあ結果を聞いていきますんで、視聴者的にはそこが気になるところだと思うんで、パート5の問題ですね。文法語法というか、まあ文法問題しか入れてないし、基礎的なものだと思ったので、基礎しかないですけど、まあちょっとね、きっかけあったりしたと思うんですが、どれぐらい取れたのかっていうのを見ていきます。はい、5が12問中の10問中の12問ですね。12問中の12問中の10問です。あ、10、2個ミスですね。はい、10で、後ろが5問中の3です、うん、おー、なるほどね。まあ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 、まあ、なるほどね。バブ大学受験した人、マーチとか行く人だったらまあこんな感じ。そして、はい、僕9問しかなかったんですけど。そうだったそうだった。9問中8問セフがいいです。おー、9問、そう、1人だけ違うっていう状況なんですけど裏が1問ミスです。ああ、4、は
でも書き込みしてたからトイレ何回も起きてるだろうかなんでじゃない。あ、どうしよう。そう、表が9問で、お、新1年生9問、はい、裏が1問です。1ほらね、大学受験までトイックはレベルが違うんですよ。まあ、これが、ね、普通だと思います。高校から出て、あ、でも違う、遊びほうけたんだった。いや、そうだった。忘れてたわ。そうだった。はい、そして、さあ、ドーナット。はい。11問。はい、11問、11。で、裏は2問です。裏は2、はい。なるほど。じゃあ次、はい。僕もちょっと、受験歴ありながら、ちょっと書き込みしちゃったんですけど。おい。表が11で。はい。で、裏が4です。おー、なるほどね。はい、そして表が10、裏が3です。裏が3、あー、なるほど。みんな結構似たようなって多いですね。はい、そして表が11、はい、で裏が3です。おー、競りますね、はい、表12です。お、全部いきました、さすがに、はい、裏が1問見せます。あ、見直しときゃよかったですね。あんなに早く終わってたのに一人も余裕です。何まだ終わってないのこの人たちみたいな感じだったのに。はい、じゃあ次、はい、どうぞ。表が8で、はい、裏が1です。はい、あれ、英語の先生になるんじゃなかったっけあれ表が6で、はい、裏が3です。おお、ここがすごいな。6か、難しかったですか。そして、はい、唯一の卒業生、はい表が11で、はい、裏が4です。4、間違えたの。そう、はい、という感じです。なるほど。意外や意外、全問正解者はゼロですね最高点が16点ですね。はい、16、35、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 
照らし合わせ問題とかトイックってあるんで難しいとこではあると思うので、はい、皆様の最後の結果わかんないです。これが、まあ、流れた後で大体いい、やっぱ無理っすネット怖いっすっていうのが出てきますので、耐えられるメンタルがあるかっていうのがすごい重要なところと、あときちんとやり取りできるのかとかですね、でまあ皆さんの場合はあとは時間取れるのかとかですね、どれぐらいの時間を取ってやることができるのかとかっていうのも書いてもらえればと思います。大体これぐらいできますみたいなですね、呼ばれたら行きますみたいなところにで次トイックは受ける人はどれぐらいいますか。来月、来月で次10月の2日です。2日、あーすぐだね、もうすぐです。これ終わって1週間後、そうです、はい、10月早くても1回ありますけど、2回の中で受ける人はいますか。いつ受けますか。2日。あーでもすぐですね。その辺のやつもこれ受けますってある人は書いておいてください、ちゃんと。他で、じゃあ11月あ今、そうですね、11月あたり僕あの別の試験がちょっと今あるんで、そのあ、そうなんですか。そうですね、宅建があるんで。あー、はい、宅建ね。2月とか、11月以降で考えてます。なるほどね。10月2日は2人行くよ。だったら撮影は楽だ2人だったらめちゃめちゃ楽だ。たくさんいると場所を抑えていろいろやらなきゃいけない。別に視聴者投票とかやらないから、そこはめちゃめちゃ炎上しますからね。そういうのやりません。まあその辺のね、情報をもらえればうちで全部頭の中で計算しますんで、ストーリーから何から全部すぐ作るんで。あ、やらせをやるとかじゃないですよ、違います。動画的にどうやっていったら面白くなるかなとかっていうのを全部考えるんで、うちでは、はい、それは安心してください。何人が残るのか、いや何人かも自分から聞くと思うので大丈夫ですか。もうアピールは大丈夫ですか。集めていいですか、はい、送っちゃってください。この辺もね、上に重ねたり下に重ねたりするからもう順番通りだったら楽なのに。はい、ありがとうございました。この形でじゃあ後日やると思いますので、また今受け取ったものを見て、そして多分企画だったりなんだりを考えると思いますので、こういう時にこれやろうとかってあると思いますので、また呼ばれると思ってください。てか社会人がほぼいなくなりましたね。ほとんど来なかった。結局あれ今何人です。社会人2人ですよね。その社会人に合わせて土曜か日曜でってこうやってやったのにほぼ来なかったです。はい、じゃあその後々、はい、頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。